光、竜田田春は、モンゴル国ウランバートル市出身で花籠部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、エルデネスフムンフォールギル、愛称はギル。身長186センチメートル、体重158キログラム、血液型は A 型。特異種は突っ張り。最高位は、東前頭11枚目。大相モやヤオ問題で引退勧告を受け、引退した。 モンゴルで開催された花籠部屋の選考会に合格し、2000年の11月場所に初土俵を踏む。2006年11月場所に東幕下3枚目で4勝3敗の成績を上げ、翌2007年1月場所に重量に昇進した。これにより、花籠親方が花籠部屋を再興してから初の関取誕生となった。その後2007年1、 3月場所と勝ち越すが、5月場所は全勝であったバルトに唯一度をつけるなど、検討したが、終盤失速し重量で初めて負け越した。翌、7月場所は重量12枚目で迎えたものの、序盤4連敗するなど先場所からの連敗が続き、幕下陥落も考えられるような成績であったが、中盤から終盤にかけて挽回し、結局9勝6敗と好成績を残し、翌、 9月場所では、自己最高位に昇進したが、7勝8敗と負け越した。11月場所は10勝5敗の好成績を挙げ、東十両6枚目でありながら、引退した、とぎ使いの空白の番付や、幕内と十両の入れ替えの人数の考慮により、次の初場所では、運が良ければ、新入幕という可能性もあったものの、結果は、筆頭止まりで惜しくも入幕は叶わなかった。 この次の2008年1月場所では、千秋楽で敗れて負け越し、惜しくも入幕を逃したが、5月場所では十両し7枚目で12勝3敗の好成績を挙げ、7月場所で新入幕を果たしたが、幕内の壁は厚く、3勝12敗と大敗した。その後も、幕内での勝ち越しは果たせていなかったが、2010年、 11月場所14日目で8勝6敗とし、自身幕内7場所目で初めての幕内勝ち越しを果たした。2011年1月30日、すでに前年に結婚していたモンゴル人女性と結婚披露宴を行った。2010年4月には長女が誕生している。2月2日、大相撲やお帳問題により開かれた日本相撲協会の理事会において公表されたメールに、 交流に一つ貸しているのであと二十で利権を譲りますがどうですかとの文面があったが、交流本人は関わりを否定しているが、特別調査委員会より、八尾町に関与していたと認定され、4月1日の相撲協会臨時理事会の結果、引退勧告を受けた。他の処分を受けた、モンゴル人力士や横綱白鵬と話し合った結果、引退届を提出し受理された。 この引退により、モンゴルに住む家族が中傷されており、同じく八王朝問題で引退した、徳、瀬川、白馬、モーコラを、星光とモンゴルで、釈明会見を近日中に行うと報道された。なお2月28日発表の順席では、東前頭11枚目と、自己最高位を記録している。5月29日、都内のホテルで、断髪式が行われた。 現在の職業は会社員。退職金の受け取り手続きのため2011年4月18日に両国国技館を訪れた際、顔を見たら殴りたくなるから。頭に着ていると離れ駒理事長らには挨拶をしなかった様子が報道された。その際に離れ駒から引退届を出さない場合は退職金は支給しないと言われたにもかかわらず引退届を拒否した。 元星風らには退職金が支給されたという証言をした。2012年3月5日、交流と同じく八尾町を認定された後に日本相撲協会に対し、力士としての地位確認と医者料を要求する訴訟を起こした元十両、星風の裁判に証人として出廷し、星風は真面目で気が強く、土俵態度を見てもそういうことをする力士ではないと証言した。 引退時の番付は2011年2月28日発表の順席による。交流も八尾長官4人定、大相撲の特別調査委員会スポーツ日本2011年3月28日、八尾長官4十三人に、原罰イコール理事3人も引席辞任から、相撲協会時事、ドットコム2011年4月1日、処分者が引退、退職届を全員提出へ、 八オ町問題スポーツ放置2011年4月5日19人が引退退職届谷川親方だけ提出せず m s n 産経ニュース2011年4月5日関与認定19力士全員が引退届提出も納得はしていない八オ町問題スポーツ放置2011年4月6日元光流殴りたくなるから 理事長、ムシスパニッキーアネックス2011年4月19日6時、元星風の訴訟が、決心判決は5月24日2012年3月5日、スポーツ日本、古流ただ春力士インフォーメーション、スーモ、フ、2010年3月15日閲覧。ありがとうございます。